河野さんはいかがでしょう。お気に召しましたでしょうか。いいわね、赤なのにすっきりして見えるわ。はい、ややダークなクリムゾンカラーで広がり感を抑えております。また一般には膨張色の印象が強い赤ですが、その反面お顔を小さく見せる効果があるんです。なるほどね、さすがプロね。私も赤でスッキリしちゃうかしら。10人トイレと申しますから、お客様にはお客様に最適なコーディネートをご提案できるかと存じます。あら嬉しいわ。よろしければ西条と鈴木が担当いたします。あいらっしゃいませ。あのチーフ、はい、すいません、はい、あの榊原しおりさんですけど、自覚が足りないんじゃないでしょうか。仕事をしているという自覚が。思ってるじゃないですか。ね、それに何かというとデザイン、デザインって。いや、洋服のデザインは休み時間でしかやってないはずです。そうでしょうか。ね、あれじゃ周りに示しがつきません。チーフからきつくおっしゃってください。よろしいですね。仕事中に何やってんの。すいません、でもついついだな。書けないのよデザインが。だから今のお前の仕事はデザインじゃない。思い出せないの。書いても書いても返ってこないのよ。あの時のスケッチブックのデザインが。全部ってきゃ向こうのデザイン事務所が買ってくれんじゃない。じゃあ今度持ち込んでみようかな。お詫びに僕と食事に行ってくれませんか。お断りします。行っといでよ。やだ。いいから私が店出してみた。あなたにナンパされて、それでその間にスケッチブックしないと。それに関しては俺に責任はなくもないんだろうけど、それについては私が悪いと思ってます。しかしその彼女の行方わからないんだ。ずっと探してはいるんだけどね。最近夢にまで見る。悔しくて悔しくて。そうか。だけど仕事は仕事だ。俺購買管理室に届けたって品物も届いてるはずだから引き上げも頼む。わかりました。どうかなさいましたか。あ、いや、随分彼女のことが気になるみたいね。それ気になるよ。仮にもスタッフの一人だ。いつまでもひよこちゃんのままよちよち歩かないのに動くわけにいかないよ。それだけかな。チーフ、すいません。はい。お弁当買っといてくれた。はい。ロースカツサンド2人前。よく食べるわね。ありがとう。ん？デザイナーズコンテストグランプリ。だから盗まれたんですよ、私のデザインが。申し訳ありません、商談が難航しているようで。本人が言ってるから私じゃないでしょ。お願いね。はい。そんなもんありませんよ。あった、失礼いたしました。ちょっと何すんのよ。仕事中だぞ。デザイン盗まれて、その相手が優勝までしちゃったんですから。ひどい話よね。しおりさんショックでしょうね。だって仕事には関係ない話よね。コンペだかなんだか知らないけど、ここはそういう個人的なことを持ち込む場所じゃないのよ。なんかチーフは彼女に入れ込んでるみたいだけど。しっかりしろ。ほら、さっきはすみませんでした。気持ちはわかるけどさ、
わからないと思います。この悔しさは他の誰にもわかりません。江田雅子っていうの彼女、名字知ったの初めて。おかしいよね、そんな相手にさ、命より大事とか言ってたスケッチブック預けたんだから。だけど許せない、どうしても許せない。辞めさせてもらえませんか。え、辞めさせてください。辞めてどうすんだ。彼女を探す、それでスケッチブック取り戻して、私の前に土下座させてやりたいの。あのね、失礼します。新規のお客様がお見えになりました。そうですか。私が担当いたしますので。お願いします。あの、すいません。はい。担当ですが。はい。彼女で行きたいんですが。彼女って？彼女です、榊原君。は？ちょっと待ってよ。正気ですか？どうかなさったんじゃありません？経験も意欲も向上心のかけらもない、それもアルバイトの子。ちょっとそういう言い方って。事実でしょ。から辞めるって言ってるんでしょ。ならいいじゃない、辞めれば。とにかくそれでいきます。ちょっとそんなつもりないよ。それでお願いします。わかりました。ただし。ああ、もちろん全責任は私が取ります。そうですか。じゃあお願いします。ちょっと何考えてんの。いいから行くぞ。はい、私辞めるんだから。辞めてどうする。食っていけんのか。食べるのにも困ってんだろ。なんとかします。何あれですか、責任感ってやつですか。スケッチブック盗まれたのが自分のせいだから。それだけじゃないよ。俺が上司になった以上、いい加減なことはさせられない。そんなの関係ないでしょ。だいたい辞める辞めないなんて本人の自由じゃない。よし、分かった、辞めさせてやるよ。ただしこの仕事をやり遂げてからだ。それまでは絶対に認めない。そんな。じゃあ来い。はい、大下さんの。大下様の。大下様の希望があれば。ご希望が終わりでしたら。チーフはあの子を鍛えるつもりらしいけど、それが通用するわけがないもの。お客様に迷惑だけは絶対かけられないし。お願いできない。私素敵になりたいんです。素敵ってもっと具体的にないのかな。榊原、なんか失礼いたします、はい、こちらにお越しいただいた理由からお伺いしたらどうでしょうか。ああ、そうですね、私どもの方へお越しいただくきっかけになったようなものが何かおありでしょうか。話しにくいことなんですか。お話しなさりにくいというか、じゃあ私が。失礼いたしました。失礼いたします。ええー、失礼。ごめんなさい、付き合ってた彼に言われたんです。お前とは一緒に歩きたくない、だから別れてくれって。あの、私の着てるものどう思います。どうっていうの。正直に答えてください。そうですね、全体をトラッドテイストにまとめてるのは分かるんですけれども、ちょっとジャケットが大きすぎませんか。あの、ゆったりした方が、あの、体の線を隠すと思ったんです。そう思ってらっしゃる方多いんですけれども、大きい服ですとシルエットも広がりまして、逆に太って見えてしまうんです。それからチェックとチェックという組み合わせはとても高度なものなんです。お客様の場合ですとチェック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 となります。とても本当に組み合わせが微妙になってきまして、それからお帽子とアクセサリーと洋服の。申し訳ございません。いいんです、自分でもよく分かって。